どうも、タズルです。さて今回は、音声のみでね、初めてちょっと動画をね、アップいたしました。ラジオみたいなね。で、この、まあ、ラジオ動画をね、アップした理由っていうのはですね、まあ、なんとなく気分的なものなんですけども、こういうものもね、やってみたらなんか得られるものがあるんじゃないかと、ちょっと思いましてですね、ちょっと。今回やらせていただきました。はい。まあ、今後やるかどうかわかんないですけども、はい。まあ、ですのでよろしくお願いします。はい。さて、今回のテーマなんですけども、映画やね、漫画やゲームを使って集中力を上げる方法についてね、飾らせていただきます。はい。まあ、この勉強でもね、仕事でも遊びでもそうなんですけども、集中力というのは本当大事な能力の一つで、この集中力があれば、まあ、人生をね、大きく変化し、進化する可能性すらありますので、まあ、本当に大事な能力の一つですよね。で、集中力をね、上げる方法というのは、ま、いろいろあるんですけども、今回はね、その中から、僕のようなね、映画好きにはぴったりな映画、あるいは漫画やゲームでもいいんですが、を利用した集中力を上げる方法というのがですね、アメリカの大学の研究で分かっているので、今回はね、それをご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。このようにね、このチャンネルでね、映画に関するお話や心理学など顔出しありの動画でね、普段は話しておりますので、もし興味がある方はチャンネル登録もお願いいたします。はい、それではね、本題に入ります。さて、映画を利用した集中力を上げる方法というのは、バットマン効果を利用しようということなんですね。はい、このバットマン効果とは何かというと、ざっくり言うと、コミックやね、映画でおなじみのバットマンありますよね。そのバットマンのような、その好きなキャラクターになりきることで、どうやら集中力が上がるのではないのか、と言われている効果のことなんですね。で、この変わった効果はアメリカの大学の研究で判明してまして、それは、2016年、アメリカのペンシルベニア大学の研究で、4歳からね、6歳の子供180人をね、対象に、コンピューターで行う退屈な仕事をね、10分間やってもらうという実験を行いました。で、その仕事の環境っていうのはですね、仕事にね、万が一飽きたら、隣の部屋で iPad でゲームをすることができるようになっていて、まあ、つまり誘惑がね、近くにあるんですよね。誘惑に勝てるかどうかっていう実験でもあるんですよね。うん、で、180人のね、子供たちは3つのグループに分けられて、1つ目のグループにはね、私は頑張っていますかと自問するようにお願いし、2つ目のグループは、私は一生懸命働いていますかと第三者の視点でね、自問するようにお願いし、そして3つ目のグループには、バットマンは熱心に働いていますかと尋ねるようにしたそう で、その結果ね、3つ目のバットマンと思い込んでいた子供たちだけがですね、なんと隣の部屋にね、あるゲームという名の誘惑に勝ってですね、彼らは最後まで仕事に集中できたそうなんですね。はい、面白いですね。これバットマンと思い込んだグループだけが一気に集中できたんです。うん、そうで、ちなみにね、これ実験ではバットマンなんですけども、バットマンでなくても、その自分がね、好きな映画や漫画やゲームのキャラでよくて、例えばスパイダーマンでもいいし、アイアンマンでもいいし、スーパーサイヤ人でも何でもね、OK だそうなんですね。自分が好きなキャラだった。うん、そう。なのでね、まあこれ、大人、子供を使った実験ですけども、大人が、でも結構有効で、その大人がね、集中力が落ちてきたら、その好きなキャラクターをね、とにかくイメージすることが大事で、例えばね、僕だったらね、その最近またそのプライムビデオでルパンのアニメにハマっておりますし、今見てんですけども、連続アニメ、第2シーズンをね、だから、ルパン三世になりきって、ルパンならどう思考してどう行動するかなーとかね。俺はルパンみたいに最後まで集中してやるぞとかね、思えればもしかしたら最後まで集中できるかもしれないって話なんですね。あと実写だったらね、僕は007シリーズのジェームズ・ボンドが好きなので、特にピアス・ブロスナンのボンドが好きで、ボンドをイメージして最後までボンドになりきって、俺は集中してやるぜ、ボンドのような俺は考えを持って行動力もあるんだとかね、そういうことを考えれば集中力アップするかもしれないし、仕事ができるかもしれない、能力が上がるかもしれないですね。勝手にボンドをイメージしてれば、うん、ボンドに憧れ開いてるね。 My name is Bond、 James Bond みたいなね、うん、となので、ほんと集中力アップさせたい場合は、映画の好きなキャラになりきれば集中力が復活したり、逆に集中力がアップできるかもしれないって話なんですね。で、さらには多分これ能力値もね、もしかしたらアップすると思うんですよね。うん、その好きな映画のキャラに影響されて、だから結構集中力以外の部分でなんかいい方向に転ぶんじゃないかって気がしますね、僕は。うん、結構これはいいことだと僕は思います。ぜひね、参考にしてくださいませ。ということで、ね、今回は映画を使った集中力を上げる方でした。よかったらチャンネル登録もお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。また見てね。バイ。